東優先は、香港中西区の香港駅から離島区の東優駅を結ぶ香港、鉄路有限公司空港鉄道の確定系統である。ラインカラーは代々。東優先は、空港鉄道の普通列車の役割を果たし、休港にあたる、機上回線では停車しない駅を保管する役割と、香港、急流量市街からランタオ島や深海南部の、 ニュータウン地区を結ぶ通勤路線の役割を持つ。機上回線と急流駅手前で分岐し、各系統のホームに入り、西維駅まで複々線区間が続く。都心部区間が終わり、郊外区間では、複線となる。支線のディズニーリゾート線との乗り換え駅で機上、回線列車の退避可能な金沖駅を過ぎ、東遊駅の手前で機上回線と分岐する。 分岐点の香港よりには、新駅設置のための準備工事済みの施設がある。なお、深海南部からランタオ島へ渡るとき、全長2200メートルで道路と鉄道の、平洋である二層構造の吊り橋としては、世界最長となる、青馬大橋を通るが、側面を壁面で囲われているため、眺望は、ほとんどないに等しい。空港連絡鉄道として建設されたため、概ね線形が良く、 駅間も長いため、各駅停車ながら時速 135km の高速運転が可能である。香港国際空港まで機上回線で直接行くよりも東 U で路線バスに乗り換えて行く方がはるかに安価なこともあり、空港に必要のある人を含めて東 U まで乗り通す乗客も多い。鉄道で空港から香港ディズニーランドへ行くには、 ディズニーランドリゾート線の乗り換え駅である、金沖駅を機上回線が通過するため、香港国際空港の公式サイトに、記述しているように、金沖駅より約1 0トル離れている、西域駅まで迂回し、本東優先に乗る必要がある。そのため、ディズニーランドへの観光客は、遠回りの鉄道を利用するよりバスを利用することが多い。東優先南昌駅では、 西鉄線に接続、新海中央部の中心部である、元明地区へ向こう。また、2005年には、西伊駅と空港駅及び、東遊駅との間に、香港ディズニーランドの最寄りとなる新駅、金岡駅が開業、新設された香港ディズニーランドへ向かう進む新線と、接続された。現在、 北高東線計画の一環として、香港駅から中西区の天馬まで延伸する計画がある。大色が、東右線アドトロンズ車とシーフ車の合作車、アドトロンズシーフ電車12編成と、ロテム製の軽ストック電車4編成の2形式が、使用されている。アドトロンズ車とシーフ車の合作車は開通当初7両編成で、運転されていたが、2003年に、 すべて八両編成化された。機械、機上回線停車駅、通過、停車。ありがとうございます。